皆さんこんにちは。浜優子さんといえば、数々のドラマや映画に出演され、昭和の大女優として名を馳せました。また歌舞伎役者の香川照之さんの母親としても有名ですよ。火曜サスペンス劇場の常連俳優として不動の地位を築いていた浜優子さんは、現在では第一線を退かれたものの、香川照之さんの性加害事件を発端に現在の姿が近年話題になっています。今回は浜優子さんの輝かしい経歴と合わせて現在の姿をご紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。浜優子さんは元宝塚歌劇団の雪組トップ娘役でした。1961年に宝塚歌劇団を退団後は舞台女優として数々の輝かしい賞を受賞しています。プライベートでは1965年に三代目市川猿之助さんとご結婚され、長男の香川照之さんが誕生しています。出産当時は30歳と当時としてはかなり遅い出産だったために、香川照之さんのことを大変可愛がったそうです。幸せな結婚生活を送っていた矢先、3年後の1968年に悲劇が襲います。なんと夫の三代目市川猿之助さんが16歳年上の日本舞踊家である藤間紫さんと不倫し移住してしまったのです。香川照之さんがわずか1歳の時に家を出て行ってしまった三代目市川猿之助さん、その後2人は離婚し、3歳になっていた香川照之さんは浜優子さんが女手一つで育てることになりました。子育てと女優業の両立を母親のサポートを受けながらなんとかこなし、女優としては不動の地位を築いていったのです。そして1980年代から2000年代にかけて2時間ドラマの女王と呼ばれるほど主演で多彩な役を演じ分け、お茶の間からの絶大な人気を獲得しました。このように浜優子さんは芸能生活60周年を超え、現在では第一線から退いていますが、一体何をしているのでしょうか。現在は本格的に舞台復帰した息子の香川照之さんの黒子として奔走されています。若い頃から女手一つで育て上げた愛息子にはこれ以上ないほど愛情を注いだという浜優子さん。最近香川照之さんが女性に対するセクハラを報道されたことについてどのように考えているのか気になりますよね。シングルマザーとして手塩にかけた愛息子の騒動に心中穏やかではないでしょう。さぞかし落胆し塞ぎ込んでいるのではないかと心配の声も業界から上がっていました。しかし息子の窮地に手を差し伸べたのはやはり母親でした。周囲が次々と香川照之さんから離れ、数々の番組を降板し表舞台から姿を消したにもかかわらず、浜優子さんは息子のために誰よりも尽力したそうです。元宝塚女優という肩書きを生かして新しいスポンサー探しを精力的に取り組んだといいます。なぜそこまで尽力するのかというと、やはり息子への愛情と息子の才能を誰よりも認めているからだと語っています。過去には香川照之さんの存在が自分にとっては欠かせないものだと言及したことがありました。日々の仕事には香川照之さんの活躍が少なからず刺激になっていると浜優子さんは語っています。香川照之さんの仕事や演技について聞かれると、我が子ながらにすごいと思う、もう少し長生きしていずれは親子共演ができると嬉しいと明かしており、その嬉しそうな表情がとても印象的でした。中でも2013年に TBS 系で放送され大ヒットしたドラマ半沢直樹での香川照之さんの活躍に対して浜優子さんは誰よりも喜んだといいます。演じた大和田常務役は香川照之さんにとってまさに当たり役でした。ドラマのヒットには香川照之さんの講演は不可欠であり、ドラマのキーパーソンとして一気に知名度を上げ、香川照之さんは俳優として唯一無二の存在となったのです。浜優子さんと香川照之さんは頻繁にコミュニケーションをとっているわけではないようですが、香川照之さんの活躍をテレビやスクリーンを通じて知り喜んでいるそうです。女手一つで育て上げた自負があるだけに、香川照之さんの活躍ぶりに対してとても鼻が高く、自慢の息子であることは間違いないでしょう。女優として第一線を退いた今、浜優子さんにとって香川照之さんの活躍が生きがいになっていたことは事実です。そんな時に性加害事件を引き起こしてしまい、母親の期待を裏切る形になってしまった香川照之さん、今後はしっかりと反省して再び表舞台で活躍できることを浜優子さんは誰よりも願っていることでしょう。そんな香川照之さんが歌舞伎の世界に足を踏み入れたのは2012年のことです。9代目市川中車を襲名した息子について浜優子さんは驚きとともに、なぜ今更歌舞伎界に入るのかという怒りさえ込み上げてきたといいます。役者になる前は AD として業界の荒波に揉まれていた香川照之さん、紆余曲折しながらも唯一無二の俳優の座を得たにもかかわらず、全く別の世界である歌舞伎界に足を踏み入れることに反対の気持ちも強かったという浜優子さんですが、今ではその気持ちもなくなり、
歌舞伎という新たなフィールドに挑戦する息子を応援し称賛しているようです。今回の事件で香川照之さんが加害者になったことは決して許されることではありません。しかし一方で、俳優としてまた歌舞伎役者として香川照之さんのことを心待ちにしているファンがいることも事実でしょう。しっかりと反省して、被害者にも誠意のある対応をして、いつかまた私たちを魅了するような演技を見せてほしいですね。浜優子さんも香川照之さんの復帰を誰よりも願っているはずです。そんな浜優子さんは1935年10月31日生まれで、現在88歳です。すでに舞台やテレビ、映画にも出演せずに穏やかな老後を送っています。直近の仕事が80歳の時で、喜劇極楽町一丁目、嫁姑千年戦争での主演とトーク番組僕らの時代です。これが事実上最後の舞台と位置づけていたのかもしれません。舞台が上演されている期間中のインタビューでは、今後は笑顔でゆるゆる生きていきたいと語っていました。浜優子さんの趣味は絵を描くことなので、大好きな絵を描いて生活するのも悪くないと語っていたそうです。今頃はのんびりと余生を楽しみつつ絵を描いているのかもしれませんね。浜優子さんは三代目市川猿之助さんと離婚された後、女手一つで香川照之さんを育て上げましたが、再婚の話はなかったのでしょうか。幼い息子には父親の存在が必要不可欠であり、おそらく浜優子さんも再婚を考えたはずです。しかし実際に再婚した事実はありませんでした。ただ離婚後に10年間もの間交際していた男性がいたことが明らかになっています。その男性は元小結びの龍子さんです。浜優子さんと龍子さんの交際がスタートしたのは、離婚してから7年後の1975年頃です。龍子さんは大の子供好きで、浜優子さんとの再婚を本気で考えていたようですが、そこには大きな壁が立ちはだかりました。息子の香川照之さんが全く龍子さんに懐かなかったのです。龍子さんが浜優子さんの自宅を訪れた際も、一切龍子さんに顔を向けず、壁に向かって一言も発さず黙っていたといいます。そんな香川照之さんの様子を見て、龍子さんは子供って難しいねと漏らしたといいます。そんな状態が約10年続いたそうですが、香川照之さんが大学に進学した頃に破局を迎えています。そのきっかけは香川照之さんの一言だったようです。別れたらいいんじゃない。どうして香川照之さんはこれほどまでに頑なに龍子さんを拒み続けたのでしょうか。それは常々浜優子さんから三代目市川猿之助さんがいかに素晴らしい人かを聞かされ続けていたからだと考えられます。龍子さんだからという理由ではなく、誰が現れても自分の父親は三代目市川猿之助さん以外に考えられなかったのではないでしょうか。ちなみに龍子さんは浜優子さんと別れた後に、観世流太鼓16世宗家観世元信の長女である鈴木孝子さんと1992年にご結婚されています。同年11月には長女が誕生し、1994年8月には長男も誕生しており、幸せな家庭を築いています。しかし2014年8月に循環器疾患によってこの世を去っています。龍子さんは73歳で人生の幕を閉じたのでした。いかがでしたでしょうか。浜優子さんは昭和の大女優として数々のドラマや舞台、映画に出演され、圧倒的な演技力で不動の地位を築かれました。プライベートでは三代目市川猿之助さんとご結婚され、香川照之さんを授かっています。しかし結婚生活は3年でピリオドが打たれ、その後も浜優子さんが再婚することはありませんでした。これまでの人生を息子である香川照之さんに全てを捧げてきた浜優子さんは、性加害事件を起こした時でさえ手を差し伸べています。香川照之さんにはファンのためにも、そして浜優子さんのためにもしっかりと反省して罪を償って、表舞台に戻ってきてほしいですね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。